山本周五郎作彦左衛門外記その第21回5-2。彦左衛門は長いこと墨付きを見ていた。一馬は体中の毛穴がいつたび開いたり閉じたりするのを感じた。不思議だと彦左衛門がつぶやいた。これは東照公のお筆に相違ない。しかし俺に全く覚えがないというのはどういうわけだ。カズマは咳をした。嬉しさのあまり口笛でも吹きかねないので自分に対する警告のため咳をしたのであるが、彦左衛門は勘違いをしたよぼつでギロッと大きな目を彼に向けた。どういう意味だ。何がですか。今の空関はどういう意味だと聞いているんだ。何が言いたいんだ。何にもと言ってカズマは愛想よく笑ってみせた。言いたいことなんか私には何にもありませんよ。それとも私がそんなような顔をしているとでも。俺はお前より50年以上も長く生きてきたと彦左衛門は言った。人間の面つきや目つきや話しぶり、笑いよう、身振りや声の調子などで、そいつがどんな人間か、言うことが真実か嘘っぱちか、おべっかを使っているのか、長老しているかぐらいの判別はすぐにつく。今の空関は俺を長老している証拠だ。例えばどんな風にですか？それは自分で思い当たるだろう。しかし、もしおじ上にそれほどの達願があるなら、おじ上の口から伺いたいですね。自分で覚えのない長老をあなたが知っているというのは興味津々です。ぜひ伺わせてもらいましょう。うるさい！と彦左衛門は怒鳴った。男のくせによくしゃべるやつだ。口の紐を締めろ。カズマは口の隅をつまみ、キューッと言いながら横へ引っ張った。まるでそこに紐があって引き締めたように、口をキューッと一文字に結んでから、すんのすと、と言った。お前は俺が老齢で忘れっぽくなった、ボケてきたと思ったんだろう。と彦左衛門は言った。俺はそれを嘘だとは言わない。この通り、目や耳や歯は丈夫だが、記憶力の衰えたことは自分でも承知している。足腰も太平のようには動かなくなった。それは認めるが、もしも家康公からこのようなお墨付きをいただいたとすれば、それだけはどんなことがあっても忘れるはずはない。わかりました。と勝馬が言った。そういうことなら、それは焼いてしまうがいいでしょう。何しろあなたの鑑定でもお直筆に相違ないとおっしゃるんですからね。そのまま取っておいては恐れ多いし、何か間違いのもとになるかもしれませんよ。彦左衛門は墨付きを甥に渡した。それがいいだろう。お前の手で焼いてしまえ。カズマは日よけのそばへすり寄った。止めてくれじじい、待てと言ってくれ、このクソじじい。そう祈りながら彼は日よけの中の炭火を荒けた。しかし彦左衛門は何も言わず、横目で見ると知らん顔で庭を眺めていた。これを焼く前に一言だけ言わせてもらっていいですか。彦左衛門は答えなかった。その時カズマの血が生き生きと動き出した。それまでの彼は死んでいたか、または生きていたにしても、生きていたとは思えないほど、愚鈍な棒食いのような存在であって、今初めて人間らしく目覚め、物事をはっきり感じたり考えたりすることのできるものに変わった、というような充実感に満たされた。人間は時々、自分が、万書簿と一体となったという霊気のようなものを感じることがあるものだ。いつはしかずまもそんなふうな精神活動に襲われたのだろう。
自分の血が生き生きと動き出したばかりではない。座敷の中のあらゆるもの、柱も壁も明かりしょぼちも日よけも天井も、いや庭の枯れかかった菊も垣根も、目に当たるすべてのものが生命を得てむくむくと生き生きと踊り出すように思えた。あなたはね、おじ上、カズマは審判官の予防に言った。72歳になったとか、記憶力が衰えたとか、いろいろおっしゃってるが、実はあなたの言葉を借りて言えば、てっぺん大嘘つきか、さもなければ存在してはいないんですよ。彦左衛門はゆるゆると振り向いた。50巻もある石を動かすかのよぼに、極めてゆっくりとしたおごそかでさえある振り向きようであった。そこにいるのはもう大久保彦左衛門じゃない。カズマはまっすぐにおじの胸を指さして続けた。あなたはここへ陰性したとき、すでに死んじまってるんです。もしそうではなく、そこに小意地の悪い顔つきで目を向いて座っているあなたが本当に大久保彦左衛門としたら、あなたはこの世にまたとないてっぺんの上のてっぺん大嘘つきです。なんでそんな手間をかけると叔父は言った。俺を怒らせて何か取るつもりなら、そんな手間をかけずに何が欲しいか言う方がいい。俺を怒らせようとしても汗をかくだけだぞ。私は何も欲しくはない。私の欲しいのは、あなたがあなた自身になってくれることです。そのあなたを包んでいる嘘の皮衣を剥ぎ取って、本来の大久保彦左衛門、賢くも東照君より天下の意見番になれという墨付きも賜った大久保彦左衛門忠孝その人に立ち返ってもらいたいことです。貴様、そんなことを本気で言うのか。騙し損ねたんですよ、あなたは。俺が何を騙した。何もかもです。彼は古文書の束へ手を振った。ここに書いてある戦記も9割までは嘘、あなたの口から聞いた戦場談もほとんど嘘。あなたは自分の生涯を嘘で塗り固めようとしていたんです。このと彦左衛門はと思った。もう知れ者、貴様何を証拠に。そんな酒井、本田、榊原、井伊、水野、土井、東堂ら諸侯にあたって各家に伝わる真実の記録を調べたんです。カズマは自分の懐を叩いた。これら諸侯の記録は単独では信じられないかもしれない。だが祖母に突き合わせて移動を検討すれば、動かすことのできない真実が現れるものです。私は今こそあなたの化けの皮を剥いてやる。あなたにもし些少なりとも勇気があるならお聞きなさい。まず初陣です。と一馬は懐から一つずりの書き物、例の彼自身が作り上げた記録を取り出し、それをめくりながら続けた。あなたは16歳の時、兄の忠世殿に従って遠州犬井城の合戦に出られ、兵24人となある見印を3つも挙げられた。5-3。ところがと一馬は言う。私があなたから聞いた話は違う。山本周五郎作彦左衛門外記、その第21回、5-3途中まで。2021年4月28日。